Alright guys, it's Kintips here. We are playing some Tokyo Xanadu EX on the PlayStation 4. This is part 2, just continuing off from my first one. So if you guys want to watch what happened, just watch the previous video. Alright, it's my Let's Play series. Let's do this. This is where we're going to go for shopping here. So you're gonna work at an antique shop to get some money. Domos, Yukino-san, te. Iikagen shounen wa yamete kunnai ssu ka ne?珍しく客でも来たのかと思ったら今日は何の用だったかしら?いや、あんたの方からバイトに呼んだんでしょうが。そういえばそうだったわね。いつもはよそにばかり斡旋しているからうっかりしてたわ。ゆうべは蓬莱町のバーだったかしら。一応お疲れ様と言っておくわね。どうも。こっちこそいつも助かってるっす。 厨房の時からいろいろと手伝い先を紹介してもらって。せっかくの若い労働力を有効活用しない手はないから。なんだったらそのうち1日2件くらい組んであげましょうか。今くらいでちょうどいいんで。それで今日の仕事ってのはいつでも始められるっすよ。ああ、その前に昨日のバイトについてだけど。 終わったら一応その日のうちに報告を入れるよう言って。ああ、そういやそうだった。いや、すいません。昨日は深夜まで長引いちまってついうっかりしてたっつうか。本当にそれだけ?何か他に事情があったわけじゃなくて。え?いや、昨日は妙に疲れてたみたいで。 バイトから帰ってきたらすぐに寝ちまったんですよね。風邪でも引いてたのかな。どう帰ったかもおぼろげっつうか。なるほど。さて、そろそろ仕事を始めてもらいましょうか。報告を忘れたペナルティとしてしっかり働いてもらうわよ。 大体こんなとこか。ったく、相変わらず人使いが荒いっつうか。少年、そろそろ休憩にしましょうか。人使いの荒いお姉さんが。地獄耳め。あす、今行くぞ。あの日も、こんな夕焼けの空だったか。あれからもう。 今の、妙に後ろを気にしながら走ってたみたいだが。近頃、変な気配を感じることがあるの。自分の後ろに何かいるような。
まさか。あら、どうしたの？すいません、少し外れてもいいですか？ちょっと野暮用ができちまって。いいわ。行って、まだ時間は残ってるけど、バイト代はおまけしとくわ。ドモス、それじゃ。And this is where the story gets good, guys. Koko. I'm gonna try to get an S rank on this guy, so see if I can do it first time. この場所を再び訪れているなんて。ヒイラギ、また会ったわね、時坂君。できればいつもの教室で会いたかったものだけれど。ヒイラギ、お前は一体。いや、昨日も見た。ここは一体どこ。それにしおりは。やっぱり記憶を取り戻しているので、落ち着いて聞いて。ここは現実世界と並行して現れるもう一つの世界。普段は見ることも触ることもできない世界の裏側、異界。私たちはそう呼んでいるわ。異界。そしてイクリプスという現象がひとたびゲートをこじ開ければ、あなたと、そして倉敷さんはそれに巻き込まれてしまったの。わけがわからねえ。理解できなくても無理はないし、する必要もないわ。とにかく落ち着いて一旦そこのゲートから出て、早くしないと。いけない。あの時の異界の住人である怪異グリードと呼ばれるものよ。異界のあちこちをさまよい、迷い込んだ人間に襲いかかる。それじゃあしおりは。ええ、かなり危険でしょう。一刻も早く保護し。すぐに片付ける。一旦私の後ろに。時坂君、どうして俺たちの町でこんなことが。畜生、俺には何もできねえのかよ。こんなわけのわからねえ状況で黙って見ていることしか。力が欲しいかい。あ
力なら最初から君の中にある見てごらん。これ。あ。さあ、引き出してみるといい。すべては。There we go. その光は。うわー！来い！デイジングギア！ソウルデバイス！やっぱりあなたも的確者だったのね。わけがわからねえが、覚悟しやがれ、バッ！R button to dodge. Oh, okay. He has the best move because it actually has a wide range clearance. So. Soul device. 異界で戦うための力よ。ソウルデバイス。その名の通り、敵各社の魂に呼応して権限するわ。でもいきなりそんな複雑そうな武装が現れるなんて、あなたは一体。細かいことは分からねえ。だから力を貸してくれ、ヒラギ。この武器もこの世界も。だが、少なくともお前はしおりを、あいつを助けるために。時坂君、いいわ。時坂君、今は一刻を争う状況。ヒイラギ、助かる。おそらく倉敷さんはこの迷宮の奥にいるはず。急ぐわよ、時坂君。ああ、oh, there we go. So these costumes come with the new Tokyo EX game, actually. So let's save it. I believe on the Vita one, you even got a couple extra costumes, but they weren't anything great, so. Alright, let's roll.
No, I find that, yeah, you might want to, you can switch between different people, but, you actually really don't need to. Definitely want those rare pickups though, because you're gonna need them later. ¡Suscríbete al canal!
みたいね。All right, S rank. So you want to get an S rank because of the fact that you get more attribute points at the end. So that raises your overall rank. So make sure you guys do that if you're aiming for a platinum. You can always revisit dungeons to do it though, so. Alright, boss time. Shiori! Dou yara ki o ushinatte iru dake mitai ne. Yokatta. Mattero, Shiori. Ima. Sagatte, Tokusaka-kun. グリード、この迷宮の主よ。あれを倒すことができれば異界化を収められるはず。だったらとっととぶっ飛ばしてやるだけだ。行くぞ、ヒイラギ。Oh crap.
やったのか。ええ、完全に消滅したわ。これで。これは。イクリプスの収束。現実世界に戻されるわ。任務完了ね。ここは元のレンガ小道の裏道か。ええ、もう夜だけど無事に戻ってこられたみたいね。しおり、こうちゃん、ここは私、何をして。しおり、大丈夫かよ。おい、消耗しているけど命に別状はなさそうね。そうか、たく心配かけさせやがって。どうした、どこか痛いとこでもあるのか。ううん、やっぱりこうちゃんが助けてくれたんだって。こうちゃんなら絶対来てくれるって。なんだそりゃ、このアホ。当たり前だろそんなのは。ひとまず一件落着ね。でもこのイクリプスの頻度、やっぱり異常としか思えない。一体この街で何が起きているというの。So that is the new part. You get a side story. So that is new. I've never played the side story option. So here we go, guys. You get to play as White Shroud guy. Machigai nai.
大した気配を感じない。いでよ、アルカネグス。これも使命ならば果たすな。 Oh, he's already level 9, eh? We get costumes? No? Alright. Oh, what the hell? I'd rather the camera just follow you from the back. The hell? Wow, I got my ass kicked.
このまま一気に行かせてもらう。I wasn't really trying. I didn't know you can actually die in the first chapter. All right, another S rank. Oh, who is that? Interesting. Shusoku shita ka? Shinshoku no shindo mo soko made dewa nakatta yō da ga.もういい。私はあくまでも使命を果たすのみだ。かの霊剣使いも動き始めた。白の巫女もいずれ腰を上げるだろう。すでに祭は投げられた。後戻りなどできはしない。見極めさせてもらおう。この先に何が待つかを。
だ5時半か。なんでこんな時間に目覚ましが。そうか、今朝は神社の手伝いに行くんだったっけな。昨日トワ姉から頼まれて。そういや、肝心の内容を聞きそびれてたな。バイト代も出るって話だが、こんな早朝から何をやるんだ。まあいい、ちょっと早いが、投稿がてら寄っていくとすっか。しおりはまだ寝てるか。ま、昨日のうちに連絡しといたからいいだろ。朝飯忘れてたな。一人暮らしってのは気楽だが面倒も多いぜ。久しぶりな気がするな。そういや、2年になってからは全然来てなかったっけか。とわ姉が担任になってからなんとなく立ち寄りにくくなったんだよな。せい、はっ。道場から。こんな朝っぱらから誰かいるのかよ。あいつは。せいはっ。やっやっはっと。せいはっ。やっ。脇が甘い。腰も入っておらん。丹田に力を込め。もう一度じゃ。はい。空棒。いや、空だったか。そういやこっちにも週一で通ってるとか言ってたな。はあ、久々に見たが相変わらずとんでもないっつうか。技のキレにしろ体のバネにしろ高一レベルじゃねえだろ。でもなんだ、微妙に集中しきれてねえよ。なんじゃ、やっと来たか。あ、コウン先輩、おはようございます。久しぶりじゃの、我が孫よ。まったく、用事がなければちーとも顔を見せぬとは。じっちゃん久しぶり。いや、一人暮らしを始めていろいろ不慣れなことも多くてさ。おお、おかしいの。風の噂では今まで以上に勤労に励んでおるようじゃが。ただの噂だろう。ただの。うん、それより悪いな、空。稽古に水を差しちまって。そんなことないです。それよりも今日はよろしくお願いしますね。よろしくって何の話だ。おれ、受け取れ。これって道義か。俺はトワ姉に頼まれて神社の手伝いに。うん、じゃからとっとと着替えてくるがよかろう。しばらく挨拶にも来ぬ上、高速違反の深夜アルバイト。さぞしごきがいがありそうじゃしの。まさか。ごめんね、コウ君。コウ君のアルバイトの話がおじいちゃんにバレちゃって、どうしても呼び出せって断りきれなかったの。騙しやがったな。
代わりといってはなんだけど、バイト代として朝ごはんを作っておいたから。どうせコウ君、今朝はろくに食べないで来たんでしょ。もうしおりちゃんがいないとすぐ適当に済ませるんだから。そらちゃん、おじいちゃんも終わったらみんなで食べてね。私、朝の職員会議があるから一足先に失礼するね。はい、お気をつけて。気をつけていくのじゃぞ。そんじゃ俺もこれで。観念せえ、かわいい孫よ。年貢の納め時というやつじゃ。いい機会じゃから、とことん性根を叩き直してやろう。頑張りましょうね、コウ先輩。これは逃げられねえか。でもまあそうだな。ここらで少しは勘を取り戻しておくか。それじゃ、この英文とその訳を、せっかくだからヒイラギ、読んでくれるか？はい。If my wish comes true, I want to become a bird. Even if I lose everything else, someday I want to go to the place of memories with him. もし願いが叶うなら、私は一羽の鳥になりたい。他のすべてをなくしても、いつか彼との思い出が眠るあの場所へ。パーフェクト。さすがは帰国子女だ。発音なんかは俺よりいいな。そんなことは。でも、さすがに授業のたびにいつも読まされるのはちょっと。みんなの視線も痛いですし。
そうだな。だったらこんなのはどうだ。こうちゃん、あくびなんてしてたら刺されちゃうよ。それにしても佐伯先生は相変わらず大人気だね。チェッ、いけすかねえぜ。ちょっとイケメンだからっていい気になりやがってな。じゃ、そこでいかにも答えたそうにしている伊吹、立ってくれ。俺、女子じゃねえの？まあ、分からなくてもいい。答えてみてくれ。やべえ、全然分からねえ。こう、頼む、教えてくれ。はあ？なんで俺が？ダチだろ？ほら、早く早く。ああ、もう仕方ねえな。何何？よし、わかった。忘れられない旅になるです。正解、エクセレントだ伊吹。お、マジ？ありがとうよ、こう。まあこのくらい楽勝つうか余裕つうか。理不尽だ。So you want to get all those questions right, so. 伝えようとする気持ちだ。それさえあれば自然と身について自分のものになっていく。せっかくだからみんなも実践的な英語を身につけてくれ。俺と一緒に一歩ずつ頑張ろうな。一生ついていくっす。
よし、これで一件落着ってわけだ。よく眠ってるみたいだし、仕方ね。家までおぶって。その前に。おい、何を？イレイス。え、ヒイラギさん。おい、しおりに何をしやがった。安心して、異界に関する記憶を封じただけ。でもやはり的確者であるあなたには通じないみたいね。お前は一体何者なんだ。あの得体の知れねえ異界グリードっつう化け物もだ。言っとくが、今さらごまかしが通用すると思うなよ。いいわ、ある程度説明しておいた方が秘密も守れるでしょうし。え？異界、それはこの世界が何十年も前から歴史の裏側で関わり続けてきたものよ。あなたも目にしたゲートという特異点、それを起点にグリードがいる迷宮がこの世界に重なり、さまざまな形で侵食する。それがイクリプスと呼ばれる現象よ。イクリプス。それはさまざまなきっかけによって引き起こされる。今回の場合、倉敷さんの不安や恐怖が増幅されたことがきっかけになった可能性が高いわね。そんなことが何十年も前から起きてるってのか。当然公にはされていない。普通の人に異界は認識できないから。多くの場合、原因不明の事件や不可解な自然災害、あるいは怪談や都市伝説などの形で処理されるわね。そしてそんな異界を監視する組織が裏の世界に存在している。結社ネメシス、暗き翼と真実を捉える目を掲げる者たち、私が所属している組織よ。まるでアニメっつうか、ライトノベルの話っつうか。とてもじゃないか、頭がついていかねえぜ。言ったでしょ、理解できなくても無理はないし、する必要もないわ。倉敷さんも朝にはちゃんと目を覚ますでしょ。家まで送ってあげるといいわ。待ってくれ、まだ聞きたいことが。いくら的確者とはいえ、あなたが素人であることに変わりはない。重ねて言うわ、これ以上立ち入るのはやめなさい。プロとしての忠告よ。
All right, guys. So I'm gonna pause it here. This is the end of part two. Stay tuned for part three of the Let's Play of Tokyo Xanadu EX+. The file's already pretty big, so I'm gonna stop it now.